ルの千秋です。今日もハイの文字アルファベットについてシェアをしたいと思います。はい、今日の文字はこちらです。ハイの文字は、それぞれに呼び方がついてるんですけども、これは葉っぱという意味になりますね。発音はボーバイマーイ、ボーバイマーイ。葉っぱっていうのはタイ語でバイマーイって言いますよ。この文字なんですけども、タイの文字区分のうちで、中類字に分類されます。なので1文字で発音するとボーなんですけども、その発音をだいたい真ん中ぐらいの音の感じでボーというと、綺麗に通じると思います。はい、今日の文字は、葉っぱのボー、ボーバイマーイでした。ぜひ覚えてみてください。ありがとうございます。コップンカーン。